安政3年の大風祭は、江戸時代の1856年9月23日から24日にかけての夜間に、江戸を中心とする関東地方で発生した大規模な風水害である。江戸のすぐ近くを強い勢力の台風が通過したことにより、江戸の町一帯が暴風雨や高潮などの被害を受けたことによって発生した。また暴風雨に加えて火災が起きたことも、 被害を拡大させた。この台風による死者数は諸説あり、資料によっても異なるが、最も多いものでおよそ10万人とされ、日本の風水害によるものとしては、史上最悪の被害とされている。なお、この災害を引き起こした台風は、安静度台風と呼ばれる。竹園年表には、この大風災について、一家のように記されている。 8月23日、ビュー。24日、25日、続いてビュー。25日、暮れて、次第に降りしきり、生え激しく、犬の下国よりことに花は,はだしく、近代稀なる、台風にて、凶木を降り、家屋閉花期を、損付。また、解消により、魚身み,みなぎりで、大小の船を覆し、あるいは岸に打ち上げ、石垣を損じ、高波陸へいつ乱りして、家屋を、 傷ふ。この間、水面に、しばしば加工を減発。この時、水中に歴史解決人参ふべからず。翌26日朝より生に属す人家ところどころ、潰れたる、数ふべからず。トラウ良年の災いにかかりし場所、加作の新しきも潰れしあり。さ冬の地震に痛みしはさらなり。未人になりしもの数を知らず。ことに、外端すべきは、 築地西本願寺の御堂なり、差し物大化なれども一時に潰れて、未人とはなれり。この辺、船松町、上柳原町、南本郷町、十軒町、南飯田町、南小田原町、深川須崎、芝高名は、品川等の海岸はことに風浪激しく、人火を溺らし、あるいは逆浪に誘われて海中へ、表広し、資材造具は見るがうちに流れ伏せたり。 竹炎年表この大風災による死者は、近世史略によると10万人余りとなっているが、仮にこの死者数が正しいとすると、日本大風災害の死者としては、最多となり、日本の風水害によるものとしては、史上最悪の被害となる。安政風間州集、安政3年12月出版、キントン同人編の差し絵には、安政3年の大風災の様子を描いた絵図がある。ありがとうございます。